はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はリクエストの多かったスキンケアを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということでスキンケアを紹介していくんですけど、めちゃくちゃ遅くなってしまって本当に申し訳ないです。すごくリクエストをいただいていて、スキンケアについてずっと教えてほしい教えてほしいって言われてたんですけど、なかなか動画にすることができず、やっと動画にできます。で、私もともと肌がそんなに荒れるタイプじゃなくって、あんまりそんなこだわったスキンケアとか特別なスキンケアとかは何もしなくって、本当に参考になるか分かんないんですけど、私のスキンケア方法を紹介します。はい、まず洗顔なんですけど、私が使っている洗顔はこちらのセンカパーフェクトホイップを使っています。この洗顔は結構前から愛用しているんですけど、私はいつもお風呂入るときに一緒に洗顔をするタイプなんですけど、本当に少量でめちゃくちゃ泡立ってくれて、泡もきめ細かいっていうか、すごく気持ちよくって洗顔していても、私は結構これは気に入っています。まあ、これをそのトリートメントとか髪の毛してる間に洗顔して一緒に洗い流すって感じなんですけど、洗うときも別に特別なこだわりとかはなくって、ただ手に出して、私なんだっけ、ネットみたいな、洗顔ネットみたいなやつ使わずに手で出しちゃうんですけど、手に出してこう泡立てて適当に洗ってって感じで、その鼻の小鼻の横とかネイルに洗ったりとか、おでこ洗ったりしてそのまま流すって感じでいつも洗顔してます。で、あとこれともう一つやってることがあって、それはこのパダラボモイスト化粧水 A っていう化粧水なんですけど、これをお風呂上がった後にバーって手に出して顔に塗ってます。他の化粧水と比べてちょっとトロンとしているので、水っぽくないというか、化粧水というよりかはなんか本当にクリームを塗ってるかのような、クリームまではちょっと言い過ぎだと思うんですけど、化粧水でもなくクリームでもなく、ちょっとその間ぐらいの肌に密着してくれる感じがして、見ててすごく使ってます。で、よく化粧水した後に乳液を塗った方がいいっていうのを聞くんですけど、私は乳液を塗るとなんか乳液って油分が多いのかな、だからなんかすごいニキビができちゃうみたいな聞いたことがあって、私は全然この化粧水1本だけで保湿もなんかされてる気がするので、これだけで済ませてます。あとは特に肌気をつけてることはないんですけど、でもやっぱり食生活とかもすごく関係してくるとは思うので、食生活が荒れているとその分肌も荒れてきたりしちゃうと思うし、あとストレスとか溜まってると肌荒れもひどくなると思うから、とにかくバランスよく食事をとること、野菜をしっかりとったりとかすることも大切だと思うし、あとはメイクをする方とかだったらもちろんのことなんですけど、ちゃんとしっかり落として寝るっていうことが多分大事になってくるんじゃないかなって思います。私のしてるスキンケアはこんな感じです。私もたまにテスト週間の時とかちょっと肌が荒れてなんかブツブツみたいなできちゃったりする時もあるんですけど、そういう時はなんかまあパックかなんかを使ったりすることもあります。でも本当に肌が荒れた時ぐらいしか使ってなくって、普段は今さっき紹介したような洗顔と化粧水だけでスキンケアはしております。多分ね、洗顔の仕方も全然違うと思うし、乳液塗った方がいいよって思う方もいるかもしれないんですけど、私はこのやり方でずっとスキンケアをしてるので、参考にはならないと思うんですけど、一応紹介しておきました。この2つは本当におすすめなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。